アイダベイ鉄道、アイダベイ鉄道は、オーストラリア連邦タスマニア州ホバート市より 105km 南で、運行されている延長 7km、基幹2フィートのナローゲージ保存トラムウェイである。トートラムウェイは、ルーンリバーの西側の採石場から、アイダ湾にある山橋まで石灰石の輸送を促進するために、1919年に開業した。1975年までは、 貨物輸送を行っていた。1977年にタスマニア州政府によってトートラムウェイが買収され観光名所を目的とした民間事業者に対応された。様々なリース保有者が数年間苦労しながら東鉄道を運営して利益を上げていたが2004年に東路線が再開業されてからのここ数年間は成功を収めている。 ルーンリバーの駅からの2時間の往復移動では、ボタングラスの低層原地帯を通って、アイダワンの堤防へ行き、その後、ディープホールにある古い石灰石の桟橋に乗り、駅に戻る前にビーチサイドに停車する。有標のハイキング道が、サウスポートラグーンへと通じている。バーベキュー設備、トイレ、ピクニックランチ、グループ予約、トワイライトツアー及び、 夜間のキャンプ場所も利用可能である。当地域の他の場所には、ドーバー、サウスポート、コックルクリーク及びヘイスティングズ洞窟系がある。ありがとうございます。